ドジャースは12日、日本時間13日、ギャビン・ストーン投手が右肩の手術を受けたと発表した。2025年シーズンは全球となる可能性が高い。球団は大谷翔平投手の手術も担当したニール・エラトラッシュ医師の執刀で手術を受けたと発表した。25歳のストーンは昨季メジャーデビュー。今季は開幕からローテーションの一角として25試合に登板し、 チーム最多11勝をマークし、防御率3.53の成績を収めていた。